芸術。芸術、芸術、テクネとは、表現者あるいは表現物と、鑑賞者が相互に作用し合うことなどで、精神的、感覚的な変動を得ようとする活動。文芸、言語芸術、美術、造形芸術、音楽、音響芸術、演劇、映画、総合芸術などを指す。旧事体では、芸術。ギリシャ語のテクネ。 テクネやその訳語としてのラテン語のアルス、英語のアート、フランス語のアート、アール、ドイツ語のクンストなどはもともと単に人工のものという意味の技術や土木工学などの広い分野を含む概念で現在でいうところの技術にあたる。現在でいう芸術は近代以前には単なる技術と特に区別して呼ぶ場合、良い技術、 美しい技術と表現され、本来のアートの一部を占めるに過ぎない第二的なものであった。18世紀頃から加速する科学技術の発展と共にそれまでものを作るという活動において大きな比重を占めた装飾的な部分によりも科学的知識を応用した実用性の向上が圧倒的な意味を強うになる。これに伴って 各種の技術は分業化と細分化が進み、現代でいう技術、テクニックス、テクノロジーに再編されるのに対し、建築などの人工物を装飾する美的要素がこれと、文化独立ながら、従前のアートという故障を引き継ぐことになった。日本語における芸術という訳語は、明治時代に、清州によって、リベラルアーツの訳語として用いられたことに由来する。現在では、 英語の音社、アートが用いられることも多い。政治表記では、ゲだが、第二次大戦後の日本における漢字制限、東洋漢字、常用漢字、教育漢字により、ゲが、ゲと略記されることになった。なお、ゲは、もともと、運を勝負として、運と読み、ヘンドゥーダ等の植物を表す別字だが、本来、ゲの字とは全く関係がない。 芸の源氏のは、木、土からなる会意文字で人が両手に持った植物を土に植える様を表す。後、植物であることを強調するため、草が加えられ、となり、さらに、運が加えられて、芸となった。芸はその中央部を省略した略字である。本来、植物を植えることを意味したが、転じて、義芸、技能一般、特に文芸を表すようになった。 R.G. コリングウッドは芸術の原理において今日は本来のあり方を外れた疑似芸術に覆われているとし、それらは人生のための芸術である魔術芸術と芸術のための芸術である娯楽芸術という類に分けることができるとした。魔術芸術とは芸術がもたらす様々な感情の刺激によって人々を実際の政治や 商業などの実際的な狙いを持つ活動へと仕向ける種類の芸術と定義され、例えば教会ための芸術や文学などを含む娯楽芸術とは実際的な狙いがない活動へと仕向ける単に感情を高揚させるだけの芸術である。ヨーロッパの美術史ではこの魔術芸術と娯楽芸術が拮抗してきたとコングウッドは概括し、真の芸術がその両方から脅威にさらされてきたと 考えた。本来の芸術とは、魔術や娯楽から分離されたもので、表現的で想像上の、ある種の言語であるとした。詩人、批評家のボードレールは、絵画論において、それまでの歴史画を批判し、姉の平面性などに、近代性、モデルに手を見出した。風光は、この、ボードレールの批評に、近代芸術の発祥を見ている。 ダダイズムの影響を受けたマルセル・デューシャンは、規制の商品であった便器を逆さに展示して、噴水と名付けた作品を発表し、芸術が人の観点によることなど、その定義、芸術という概念そのものを問い直した。以降、20世紀を通じて、反芸術、コンセプチュアルアートなども生まれた。ある活動や作品が芸術であるか否かについて、 必ずしも誰もが同意する基準があるとは限らない。表現者側では、その働きかけに、自分の創造性が発揮されること、鑑賞者側ではその働きかけに何らかの作用を受ける、ことなどが芸術が成り立つ要件とされる。これに関して、表現者側では、自分の作品を構成するにあたり、先人の影響を受けたり、すでに様式が決まっている、表現方法、 媒体を用いたりすることはよく行われるので必ずしも表現の内容が完全に自分の創造性にのみ寄っているとは限らない。また鑑賞者側がその表現が前提としている様式の暗号を知らないと働きかけはうまくいかない。権威に認められた高尚な活動が芸術であると誤解されることがあるがそうではない。権威とは 芸術作品を世に広めたり、後世に残したり、芸術活動を推奨することを目的とした組織であり、そのために特にその価値がある、芸術作品を認め知らしめるだけで、芸術を定義しているものではない。日本では、芸術、芸術が明治期になって、新しい語として使用されるようになったため、近代以前の伝統芸術を芸道と呼んだり、また芸能とも呼ばれ、 芸術とは意味が異なるものとして想定される場合もあり、御用統一されていない。なお芸能は芸術の諸ジャンルのうち人間の体を持って表現する技法と定義され、職業として芸能に携わるものを芸能人と呼ぶとされるが、これは身体芸術とも舞台芸術ともまた異なる念である。表現者がどのような手段、媒体を用いるかによって芸術を 多くのジャンルに分けることができる。下記は芸術の表現方法のうち歴史的に比較的様式の定まった具体区分に詳細な学説的分類を加えたものである。上記分類は表現者が一定の枠内に収まった表現方法を用いた場合に分類可能となるというだけであって、表現者がこれらの枠に収まらない表現を用いる場合や 複数の表現を組み合わせたりする場合なども多い。より包括的な分類方法として、空間芸術、時間芸術、総合芸術などもある。空間芸術とは、ものを用い、空間に形を表現する芸術であり、二次元、絵画、平面装飾など的なものと三次元、彫刻、建築など的なもの、その複合も存在する。 その空間だけで一瞬で全てを表現する芸術である。時間芸術とは、文芸、音楽、演劇、映画など、ある一定の時間をかけて、物語性のあるものを鑑賞する芸術。時間芸術と空間芸術は対義語であると言える。総合芸術とは、各種芸術が協調、調和した形式で、オペラ、歌劇、映画などがこう呼ばれる。また、 ある作品や活動の程度が非常に高いとき、これを芸術と呼ぶ場合がある。この用法では作品や活動の独創性は要件に入らない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。